ス TV。 さあということで浜松アリーナの試合ホーム最終戦が終わりました。琉球ゴールデンキングスとの戦いはまずは1敗、そして最終戦は1勝ということです。そして、選手たちはこれからアウェー、島根の、戦いが待っています。さあ今日のフェニックス TV は東野ヘッドコーチのインタビュー、そしてあの選手とあの選手とあの選手が登場します。お楽しみに。フェニックス TV コメントなし。本当に最後の BJ リーグのシーズンのホームラスゲーム、これは思うところがフェニックスとして大きくありましたし、その中で、いいエネルギーを持ってやったことをすればよかったと思います。また沖縄宿敵沖縄ですから、まだまだ私我々はステップアップしなきゃいけないところが多いんですが、そういうところを頑張って獲得を締めるという時間があるようにと、次の島根にも同じようにアグレッシブに向かいたいと思います。フェニックス TV。 浜松の楽器ショップソニックス、マニアックな品揃えと確かなリペア技術、楽器も高価買取、バンドマンも応援するよ。浜松高林バイパス沿いソニックス。フェニックスハイサイということでですね、今日はですね、沖縄レストランフェニックスハイサイにやってまいりました。こんな感じですけれども、フェニックス TV でございます。浜松アリーナでの琉球戦が終わりまして、今日は川光選手そしてタスク様にですね、インタビューをしたいと思います。もうよいよこんなのも持ってますから僕。ありがとうございます。大好きです。さあということで、今日はですね琉球戦ということで、やっぱり沖縄のね2人が大活躍ということだったんですけれども、この2連戦、戦ってみて、川光選手どんな印象を持たれましたでしょうか。疲れました。うん。あでもやっぱ自分の中でちょっと一段階レベルが上がったっていうか、ができたんじゃないかなっていう試合でした、ね、攻めてっていう感じがしましたけど、ね、そうですね。なるほど。その沖縄戦の前はなんかやらなきゃっていう、なんか逆に力が入りすぎて、はい、空回りしてたっていうか、今回はちょっと力が抜けたらいい感じでできたんじゃないかなって、はい。それから試合後 のメディア向けの、ね、インタビューではちょっとねそのディフェンス面でっていうね、反省の弁もありましたけれども、ディフェンスが本当課題です、はい。ね、でもまあこの後またねアウェイが島根戦のメンバーですから、ね、まだまだという感じですけれども、ありがとうございます、はい。さあそしてタスク様、そうじゃない、そうにもうタスク選手はどうでしたかこの2連戦。そうですよ、本当なら2勝はしたかったんですけど、やっぱ昨日の、反省を生かしてというか、もうやる気はないっていう思いで、でも力まずに、いつもの自分というか自分らしさっていうのを出していこうっていうふうに思いながら試合に入ったので、それがいい方向に働いたので良かったかなって思います。今日も体を張ってこのアイアンマン、アイアンマンタスクがですね、ガチガチいきましたけど、ちょっとヒヤヒヤするね場面もありまして、ああ大丈夫なのかっていうところもありましたけど、大丈夫ですか？全然大丈夫です。ね、大丈夫です。さあ、さあこの後チームはですね、島根戦、2連戦、そしてプレーオフと。ありますけれども、プレーオフでぜひまたこの浜松アリーナに戻ってきていただきたいと思います。島根戦にかける意気込みをまずはミスターハイサイから、はい、元祖ハイサイからお願いします。そうですね、今日のオフェンス力に加えてもうちょっとディフェンスができるように自分の中で意識して島根戦に挑みたいですね。はい、ありがとうございます。そして、文系ハイサイのタスクさんにもですね、島根戦の意気込みをお願いします。そうですね、シーズン終盤になって、力みがちなんですけど、やっぱそこをあえてやっぱそういう力みすぎずに自分らしさをしっかり出して
まあ、あのチームでやってきたことしかできないと思ってますので、やってきたことをしっかりコートで表現して、まあ、最終的には勝ち星をしっかり取るようにやっていきたいです。はい、もうブースターの皆さん全員の願いがですね、なんかいっぱいこの画面の向こうからこう伝わってくる感じがしますけれどもね、ぜひ皆さんですね、このプレーオフに向けて、そして、有明に向けてね、行きましょう。じゃあ最後は明るく例のやつね、行きたいと思います。じゃあこれで行きたいと思います。せーの、フェニックスハイサー。なんだそのオチは。なんだそのオチは。フェニックス TV。フェニックス TV。 さあ、浜松アリーナ、琉球戦が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、大石慎之助キャプテンにですね、はい、から、大石倉之助キャプテン、はい、倉之助です、慎之助です、慎之助ですね、はい、大石慎之助キャプテンにですね、いろいろ、インタビューしていきたいと思います、はい、今日もよろしくお願いします。さあ、ということでまだあと島根戦がですね、はい、2戦アウェー戦が残っていますけれども、はい、そしてまだプレーオフもありますし、はい、ちょっと早いんですけれども、まあ、今回、今シーズンのこのホーム最終戦ということで、今シーズンをちょっと振り返って、はい、一言お願いしたいなと思うんですけれども、はい、今シーズンは本当にいろんなことがあって、外国人が変わり、はい、大変でしたね。そうですね、故障も、はい、そうですね、故障も含め4人変わったのかな。そうですね、はい、なんでまあ厳しい戦いで、タフなシチュエーションがたくさんあったんですけど、うん、まあ、これだけ悪いことがあれば絶対プレーオフいいことがあるなって、はい、もうだから期待してていいですね。いや、期待しててください、ね、はい、あの本当にタフな、シーズンだったわけなんですけれども、はい、今ね、外国人選手がいろいろ変わるという話がありましたけど、はい、そうするとやっぱり変わっていくと、そのチーム自体もその、なんですか、戦い方っていうか、そうですね、その外国人選手の特性に合わせた、はい、戦い方っていうのを考えていかなければいけないわけですよね。はい、またあの特徴を生かしてあげないといけないので、こうチームのプレーの中でもその選手の特徴を生かすっていうことはとてもあの大事でもありますし、難しいとは思うんですけど、はい、まあ僕たちはオフェンスというよりディフェンス重視のチームなので、まあ、ディフェンスの原則とか、はい、ルールっていうのが細かくあるので、うん、そこもあの教えていかないといけなかったので、そうすると途中からこう、ね、参入というか入ってくるっていう選手は、はい、もう本当に1からというか、もっと言うと0から、いやと思います、ね、本当に難しくなって、うん、あのチームが出来上がってる状態で1人ポッて入るのは本当に難しいと思うので、うん、あの頑張ってくれてる。特にその日本をよく知っている選手、はい、KJ とか、はい、レジーとかっていうのはもうある程度その日本の戦い方っていうのも分かってると思うんですけれども、そうですね、そうじゃない選手も、ね、はい、いっぱいいましたよね。いましたね、はい、いましたっていうか今もいますけど、今、はい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 、そうするとやっぱりそれはもう倍大変というか、そうですね、やっぱ、うん、あの D なんかはアルゼンチンでプレーしてたので、うん、こう少しの接触とかで笛が鳴ったりとかしなくて、南米スタイル、そうです、完全にサッカーと一緒ですね、ガッチンガッチン、ね、ガチガチの、まあ、やっぱ日本の文化にも慣れていかなきゃいけないし、日本のホイスあのコールにも慣れていかなきゃいけないので、今あの苦労はしてる中で、彼もあの今日も本当にいい仕事をしてくれたので、はい、そして日本の南米から来た2人がすごいですね。そうですね、日本の南米っちの群れですけども、はい、ハイサイ2人組、ハイサイコンですね、はい、また、ね、プレーオフはですね、はい、慎之助選手も含めて、はい、もう全ての皆さんで一丸となってます。そうですね、ね、有明に向けて、はい、お願いしたいと思います。羽ばたいてきてますね、はいはい、さあ、ということで何か最後に一言メッセージをですね、はい、ブースターの皆さんにお願いできますか。まあ、とにかく僕たちはあの全身全力で戦っていきますので、僕たちを信じてついてきてください。必ず皆さんで一緒に有明に行きましょう。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、試合後の、はい、忙しい中ありがとうございました、はい、大石キャプテンでした。フェニックス TV。 フェニックス TV。 No basketball, no life. No Phoenix, no weekend. No GYS,
No Design GYS Design フェニックス TV。 さて、狂乱狂熱の浜松アリーナからお届けしてまいりましたホームゲーム最終戦。さあ、ということで土井さんどうでしたか、この2連戦。雨降った中たくさんの人に来てもらって、しかも勝って今日最高でしたね。そうです ね今日飲みますか。飲みましょうか。そうですね。さあ、ということで、この後、チームはですねアウェーで島根と戦います。そして島根で、2連勝してですね、またこの浜松アリーナでプレーオフができるか、できると信じております。ということで以上フェニックス TV でした。また会いましょう。